ザメディティングマシーンオブダッシュ、飲み物ではないです、ダッシュ販売機、ソーダ節なんか入ってる。カツオ。面白そう。それ次は？もう一個が。冷たい。冷たい。ほら。入ってる。ほら。すごいよ、一匹入ってる。すげえ。じゃあこれを帰って食べてみましょう。皆様こんにちは、イトキンコングです。買ってきました。こちら、だし。全国の自動販売機で販売されている、だし道楽のだし、2種類。今回2種類購入しました。まずこちら、赤い方が、ソーダガツオ入り。で、これ見たらわかるんですけど、見えるかな？昆布と、ここに、ソーダガツオが1つ入ってます。これはうまそう。で、もう1つ、焼きあご入り。そう、昆布とここに焼きあごトビオが一匹います。そりゃ出汁出るよね。今回2種類購入したので、これの味レビューをしていきたいと思います。プラス、まあ料理研究家なので、こちらを使い切って中のお魚までしっかり使っていきたいなと思っております。1品目はこちら、うどんを使ってこちらの出汁の味を見ていきたいなと思います。こちら熱いうどんにして、こちら冷たいうどん、2種類食べ比べていきたいと思います。いただきま す, いただきます。7倍から8倍希釈します。7倍8倍、うん、泣きあご、あ、なんかとろみが違うくない？こっちとろんとしてる、うん、いや今こっちがとろんとするって言ったけどこっちもとろんとしてる、ね、もっともっとしてるよね、うん、ほらほら、こっちとろんとしてる、こっちはい、じゃあこっち、あったかいやつは7倍から8倍希釈って比べるね。こっちもいい香り、うん、すごいな、うん、すごいすごい。じゃあいきましょう、いただきます。だし、あったかい方、ソーダカツオ、うまっ、そう、ほんまちょっと感動すんで、そう、ほんまお湯入れただけ。え、見て、これどんな感じする、味の感じ、え、薄そうやろ、うん、ちょっと飲んでみたい、めっちゃ色薄い、今っだってこれびっくりするで、いいよ、そう、あ、いいよこれ、お湯入れただけ、いただきます。めっちゃ濃いやん全然濃い、うまうまい、うそ、そうやろ、あご、どうぞ。これが焼きあご、濃い、おいしい、全然違う、これ違う、魚の味するもん、最後、焼きあご、うん、強魚、めっちゃ魚の味する。基本ベースは昆布のめちゃくちゃうまいだし、まず驚くねこれびっくりした、わかってよかった。でそれぞれ、カツオもう昆布とカツオのめちゃくちゃうまいだし、これはもう大阪とかでちょっと甘めやね、そうそう、大阪とかで、うん、まあまあ親しんだ味のめちゃうまい感じ、うん、これ普通にほんまにうどん屋さんのうどんやん、これ、うん、そうそう、そんな感じ、うん、でこっちはなんかあのそういう専門店に行った時に、うん、あのアボ出汁で取ってますっていう感じ、うんうん、魚の味がガツンときて、うん、でもうまい、いり、いりこの100倍うまい感じ。実際にうどんでいきましょう、いただきます。いきます。うん、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、これ、うん、めっちゃ美味しい、はい、いや、この熱っタイミングよ熱いね、これさ、だいぶ前、うん、
こっちも美味しい。なんか全然テイスト違うよね、これ。こっちの方がどっちかってあっさり。甘いな、こっちの方が。うん。こっちの方が甘みがある。うん。こっちシャープ。うん、でも魚の味がすごい。うん。うん、であとはもう冷やしでいこうか。うん。めっちゃ楽やん、これ。魚でいきます。冷蔵庫にあったら。ちょっとつけてね。濃いめなんで。ちょっとつけたらうまい。うん。いや、そうめんとかに合うなと思って、うん、これ。こっちも薄めな感じも。ちょっと強いな。冷やしも冷水で希釈していきましょう。よし。細いです、美味しい、ね。美味しいこれ。うん。うまい、うまいけど、うん、お湯の方が、うん、出汁の香りがブワーッと上がって。もったいないかも、うんうん、ね、普通の出汁に終わるけど、うん、これお湯もうここの香りがすごい、うん、うん、うまっ。あったかい方が美味しいかも。あったかい方が美味しいかも。2、3倍作れるよって書いてある、うん、ここで1本でうどん出汁か、うん、ほんとや。うどん出汁13杯分。これいくらやった？700円。だから1杯60円でスープができると、うん、これはめちゃくちゃうまい。もうだし取る必要ないよね。そしてあの化学調味料的な嫌味もないよね。はい、うん、うまい。エグ、合うと思う。はい、どうぞ。はい、これね、ソーダガツオ卵かけご飯。止まらなかったもんね、今3口いったもんね、何も言わずに。またいったもんね。うまっ、おいしすぎる。うまい。ちょっと混ぜて、失礼。おいしい。ちょっと使っていいですか。何これ、おいしいな。驚くうまさやな、これ。こんなうまい。うまい。うん、これやばい、めちゃくちゃうまい。めっちゃ美味しい。めっちゃ続いて焼きあご。どうぞ。うまっ。なんか魚が入ってるんかと思うぐらい魚の味する。これすごい味するよね、あごの。どっちもいい。全然違う味、感じが。うん。あごだし。うん。うん。全然違うし。うん。卵かけご飯にすると、上品で美味しい。卵かけご飯やったね、こっちかな、うん、思った。うどんはこっちがうまいと思う。うん、関西やからかな、僕らが、うん、まあ確かに、うん、まあ、こっちも、まあ、九州やからな、うん、でも魚がすごい来るやん、こっちのやつって、うん、こっちは昆布の方がすごい。昆布の方が強い。あの親しみある、うん、でも卵ご飯はこっち、これうまい、うん、上品。うわー、これはどっちか一つやったらこれおすすめって言いたかったけど、両方欲しいね。うん、両方欲しい。うん、まあ、どういう食べ方するかじゃな。うん、なんかご飯とか入れたら合うので、次これは多分うどんで多分めっちゃ美味しいと思う、薄めるだけで。で、これもちょっとね、ここ見えるかな、この間からぜひ見てほしいけど、トビウオいる、トビウオがいる。で、この魚食べれるんで、うん、で、しかもご飯にあったから、うん、炊き込みご飯行こう、うんうん、だからこの後、うん、めちゃくちゃご飯、うん、この魚を使って炊き込みご飯にします。じゃあもう最後まで使えるんで、もうこの昆布も魚も入れて、今から次は炊き込みご飯作っていきましょう。それでは炊き込みご飯作っていきたいと思います。両方だし美味しかったんですけど、特にご飯にはこっちあごだし、こっちがあったので、こちらのだしを使っていきたいと思います。まず洗ったお米2合、こちらに人参、きのこ、今日は舞茸、ごぼう、こんにゃく、おだし入れていきます。はい、6倍希釈ぐらいですので 50cc 入れましょう。開けれるようになってます。
で取っていただいてこう外すとこれ開くんで、だからこれ面白いよね、トビウオ。これ1匹入ってる。こちらを入れていきます。でさらにあと昆布も入ってる。今昆布1枚入ってるんでこれも切って入れていきます。2合の目盛りで入れていきます。ではこちらで炊いていきましょう。炊き上がり、美味しそう。で頭と骨エラ外していきます。うん、すごい。炊飯器で炊くことによって柔らかくなってます。はい、さっとほぐしたらご飯を混ぜていく。やっぱだしで炊いてるからおこげもできてめちゃくちゃ美味しそう。盛り付けていきます。このお魚も最後にのせて、最後に軽くごまをかけておきます。こういう感じで炊き込みご飯完成。いただきます。じゃあ炊き込み、うん、うん、やっぱこっちのだしの方が美味しい。おいしい。うん、甘ったるくないから、だしの味もすごい好き。お店やん。うん、旅館とかに出てくるやつの、うん、うん、魚も食べれるんですよね。うん、旅館に出てくる味じゃない。美味しい。うどんも卵かけご飯も炊き込みご飯も全部入れるだけ、なしも取らなくていいし、めっちゃ美味しい。はい、今日はこちら自動販売機で買えるだし道楽をご紹介しました。本当に水で薄めるだけでうどんできる、うどんこっちおすすめです。で炊き込みご飯、卵かけご飯、ご飯にはこちらあごだしがおすすめで、今はもうないんですけど中のお魚昆布まで使えるんでめちゃくちゃいいと思います。2020年9月に自動販売機で買ったやつが21年の2月まで持つって書いてあるんで半年ぐらい、うん、まあ、使えるやろ。うん、これは使えると思います。まあ1本試してみても全然いいかと思います。自動販売機で見つけたらぜひご検討してみてはどうでしょうか。めちゃくちゃ料理が楽になるかと思います。今日の動画が参考になればチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは明日6時料理研究所で会いましょう。さよなら。バイバイ。だし道楽。